皆さん、こんにちは。ミスーのチュラトーク。えー、あ、ごめ昼ラジ木曜日。ミスーのチュラトークパーソナリティの中地ミスです。ランチのひととき、どうぞお付き合いください。はい、あのさ、今日ね、オープニングトーク、何を喋ろうかなって思って、こうカレンダー見たり、自分の日常生活見たりなんてしてたんですけど。 カレンダーを見たたになんかちょっとショックでしたもうさ、なんかね新年明けましておめでとうなんてわーってあーもう本年もよろしくねーなんて挨拶しまくっているのにもう半月も経ってる2週間はもうとっくに経っちゃっててもうあと今日含めて14日しかもう半分もう半分過ぎちゃったんですね。早いもう早いいもう 早いね中間です、まあいのね沖縄地方なんですけどあのね先週末から今週の火曜日ぐらいまであの全国的にねあの寒波がやってきてすごくもう大雪も降って非常に寒いっていう話題がありましたけどあの沖縄もね本当にその寒波の影響も受けて沖縄も寒かったんですよ。最低気温が えーとね、気象台が出している気象庁が出している気温が最低気温14度とかってあるんですけど実際に自分がね測ってみると12度とかなんですよそこに風が吹いてるわけなのでだいたい10度から112 11度ぐらいまでの体感なんですよもうね沖縄も寒かった <laughs> でねで昨日も朝起きて寒いなと思いながら。 あの沖縄ってね暖房かけないんですよあまり。うん、なのであの例えばスーパーとかもそうだしいわゆるデパート的な建物とかもそんなにいろんな建物とかっていうのも暖房ってほあんまかけないんですよね沖縄ってクーラーはかけても。 冷房房はは、ね、かかけけても暖房はかけないんですよであのなので空気内は冷え切っている室内朝起きて寒いなーってでこうベランダの方をねカッとちょっとカーテン開けてのぞ,みのぞき込むと風でね揺れててうわーって今日も風強そうだなーってこんな風吹いてるならめっちゃ寒いんだろうな で家の中でねこう身支度して着込んでさあ出かけるぞって玄関の扉を開けた瞬間ムワンって <laughs> わかりますムワンって生ぬるーい風が吹きつけたんですよ夜中まで北風ピープ吹いている状態だったんですそれが 昨日朝出かけようって玄関開けた瞬間に南風が生ぬるい南風がドゥーンってでねそれが今日も続いてますあのねもう本当に今月沖縄地方大変ですよ夏日迎えたかなと思ったら一気にえっ、ー、と1112度体感自体がで だ今ので、今の日今日な生ぬるい南風がュワーンと、なのでね、<laughs> 暑い <laughs>、でもまた寒波やってくるらしいですね、週末。だから、沖縄の、ね、最低気温が14度とかって出てるんですけど、また予想でね。だから、また多分14度って言うけど、また11、2度ぐらい。 気温にななってるんだろうなそして体感って大体またそのぐらい 112°C ぐらいになるんだろうなともうだからね夏日迎えたり寒くなったりもうね結構きついですこの気温差寒暖差これさ3月とか4月とかの寒暖差だったら分かるんだけど明らかに1月2月って寒いって分かってるじゃないですか。 季節的ににもかかわらずこの1月の間でたったこの2週間の間に夏日行ったり10度以上,度以上15度未満ぐらいな気温になったり、ね、確かね去年もそんなそういう気温をね1月になってて。 結構やっぱ不安定というか暑くなったり寒くなったりっていう中で1月の下旬の最終末沖縄雪降ったって気象台もちゃんと認めたみぞれまじりの雪っていうんですかねだから多分あのスタッフミークーからするとこれは雪ではないって言われそうですけど沖縄からするともうその氷みたいな塊がもう空から降ってきたらもう全部雪ですよ <laughs>。みみぞれれと言われても雪は雪はたいな 感じなんですけどそれが降ったって言ってあでも場所によっては本当にそういう感じで落ちてきてるっていう雪っていう、えー、状況みぞれというよりも本当に雪の状態で落ちてきたっていう場所もあったみたいなんですけど、うん、でこれがちょうど1年前ですよ去年の1月の最終末に雪が降ったっつっていろんなイベントとか突風とかもね吹いてたので。 いろんな各地域であったイベントとかも全部中止になったりして沖縄市の産業祭りもその時期だったんですけど初日はやったんですけどもさすがに2日目はあまりの突風で危険を伴うということで中止になったんですよ。まあ、そういうこともあるのでねまたそんな感じで沖縄もまた <laughs> それぐらい気温が落ちて雪降っちゃううんでしょうかね,ねあの沖縄は南国ですけど常夏じゃありません。<laughs> 同じように日本ですのであの寒い時は寒いです一緒ですよ。<laughs> まあでそれでね結構体調を崩されてる方も多いのでね、まあ、皆さんがお住まいの地域あのツイキャスやユーストでね海外からご覧になっている皆さんの地域は多分もっと気温が低くて雪も降って大変だと思いますけどねあの体調を崩さないように気をつけてください。さて、えー、とちょっとお知らせなんですけど来週。 は録音放送になるんですよ来週来週は録音放送になるのでこ今日この,この放送が終わりしたいこの放送が終わりしたい収録しますんであのメール送ってくださいあの <laughs> おしゃべりしたいのでメールも送っていただければと思います今日の分と来週の分両方送っていただければと思いますお待ちしていますメールアドレスですひるらじ12 昼ラジ十二アットマークジーメールドットコム。hiruraji 十二アットマークジーメールドットコムまでお送りください。でね、あのー、今日はツイキャスユーストでご覧いただけます。で、ツイキャスご覧になっている方、ツイキャスからもね、メッセージ送ってください。お待ちしております。ね、いろいろメッセージ送ってますね。あ、えっ、ー、と、ラジオネームまちおごうさんでいいのかな。五十八さんでいいんですかね。まちおさん、ありがとうございます。 去年の1月24日でしたね。そう1月24日。そうそうそう23、24で23日のお昼から宜野湾付近の高台のところはあの雪降ってるっていうのがフェイスブックで流れてでえっ、ー、と北部の方でも見えた見えた降ってきたっていうのが流れたんですよ。そうなので23、24あれ24、25あれまあまあまあその あたりです。<laughs> そのあたり、降ってましたね。はい、八代さん、は初めましてだと思います。八代さん、八代五十八さん、あの昼ラジ、木曜日、ミスのチラトーク。どうぞよろしくお願いします。はい、さあ、番組では、皆さんからのメッセージ、お待ちしております。

それぞれにお送りくださいお待ちしておりますさあそしてラジオを聴きの皆様にリスナープレゼントもあります今週のリスナープレゼントはですね、えー、沖縄マリオットリゾートスパビュッフェレストランオールスタービュッフェのランチペア券を2組様にプレゼントいたします、えー、旬の食材をねふんだんに使った沖縄テイストの本格メニューお楽しみください、えー、今日はですね 沖縄マリオットリゾートスパ、ビュッフェレストラン、オールスタービュッフェのランチペア券2組様です。ご希望の方はメールでご応募ください。懸命に、ヒルラジリスナープレゼントと明記して、本文にはお名前、連絡先を必ず明記してください。その際、ぜひね、番組に対するご意見、ご感想、ご意見、ご意見、ご意見、ご感想をお待ちしております。<laughs> はい、応募アドレスです。 ひるらじ12アットマーク gmail.com ひるらじ12アットマーク gmail.comh i r u r a j i 当たってる ?h i r u r a j i 12.gmail.com までお送りください。締め切りは今週いっぱいとなっております。たくさんの皆様からのご応募お待ちしております。当選者の発表なんですが、来週のこの時間、昼ラジで発表いたします。なお、当選された方なんですが、スタジオに取りに来ていただくか、着払いで郵送可能な方とさせていただきます。ご了承ください。さて、えー、っとですね、今回より、カフーリゾート付着コンドホテル の、えー、とリスナープレゼントなんですけれれれどもそれぞれレストランオレンジブルーのそれぞれに一組ずつという割り振りになっておりまして先週の、えー、カフーリゾート付着コンドホテルの、えー、ザ・オレンジブルーのランチペア券当選者決まっておりますので発表しましょう。まずは、えー、カフーリゾート付着コンドホテル ワイダイニングザ・オレンジのランチペア券はピーチベルシルバーさんに当選していますおめでとうございます <laughs> そして琉球バーベキューブルーああここうまそうなんだようまそうなんだよここに当たったのはもうね先生おめでとうございますカフ、えー、リゾート付着コンドホテルの琉球バーーベキューあー琉球バーベキュー ブルーーの当選者はムネおめでとうございます、えー、スタジオに取りに来ていただくか着払いで郵送となりますのでね、えー、ぜひ、えー、こちらの方楽しみに行ってらしてくださいいいなスタッフめぐ私も欲しい琉球バーベキューブルー <laughs> これねパーソナリティーにはないんですよリスナープレゼントなのでいいな いいな、メグの残りで食べに行きたいな。<laughs> え一マリ以上年下に向かってね。<laughs> まあいいや。はい。<laughs> さあ今日のメニューなんですけれどもトークをオープニング投げな。13分喋ってる。はい。さあ、えー、今日のメニューなんですけれども健康と美をテーマにお届けしますチラトーク。 えっとですね、週替わりでお肌のことアロマのこと食のこと運動のことなどについてご紹介しますが今日は第3週目ということで運動についてのご紹介目疲れてませんか肩疲れてませんか、ねえー、いろいろな首,首も、ね、それに対しての、まあ、ストレッチ法についてちょっとご紹介したいと思います。そして、えー、っと週週末末イベント情報週末何すするどここ行く、はいえー、これははですね今日は あのー、もう沖縄では桜祭りがやってくるシーズンなんですよなので、えー、と今月行われる桜祭りについてご紹介してまいりたいと思いますそして「ユンタクタイム」の後時間があれば <laughs> 今週の「くがにくつ」は行ってみたいと思いますはいミス <laughs> のチラトークこの後は12時56分までお付き合いくださいこの番組はは目指すは 地域のホットコミュニケーションステージうるま市結婚式場ニューさんは沖縄市の丘の上沖縄グランメールリゾートの提供ほか各社の協力でお送りします 今日のオープニングナンバーは、Tears for Fears, She's of Love。お届けしているんですが、えっとね、ツイキャスの方から、えっとね、これ出だしが、母ちゃん許してって聞こえるっていうのが、いみちゃおじさん。いみちゃおじさん、ありがとう。出だしが、母ちゃん許してって空見に聞こえるって、太郎ケさんからも。これさ、CM 明けにさ、オープニングだけちょっと、 空耳アワーやってみたいと思いますこのあと <laughs> 気にな気にしたことなかったハイタイムウィメデステっていうなんかその部分が「母ちゃん許して」って聞こえるのかな CM の明けに「空耳アワー」やってみたいと思いますお届けした曲は「えー、Tears for Fears」で「Shoes of Love」でした 昼ラジー木曜日、ミスのちらトークお届けしております。さて、えーとですね、<laughs> ツイキャスの方からメッセージいろいろ届いてるんですけれども、えー、今日の、ね、オープニングでお届けした、えーと、Tears for Fears の、She's of Love。これ、えーと年、80年代か、七0年代か、80年代だったと思うんですけど、その曲をお届けしたんですが、あのツイキャスの方から、 えっとね、イミッチャおじさんラジオネームイミッチャおじさん、今日はあの会社のトイレのね個室からメッセージを送ってるわけではなく、今日はお仕事お休みで、えー、ラジオね聞いてくださってるというねイミッチャおじさんからありがとうございます。この歌懐かしいもういつ聴いても歌の出だし母ちゃん許してって聞こえてしまうってでタロスさんからも同じメッセージが来ていてで。 これ誰もが思っていることだと思うよということであ町尾五八さんからも「かっちゃんじゃなくてよかった」「って <laughs> かっちゃん許して」って「まあのかっちゃんよ」っていう感じね。へでいみっちおじさんが「きっと、えっと、俺らが外国人さんに言う時「カッちゃん許して」って言ったら通じるはずウォーターをワーラーって言うようにアイスワーラーちょうだいとかいう感じ。 いやーどうだろう本当もう一回もう一回オープニングだけ聞くよ <laughs> CD あのー、この「シーズンオブラブ」「母ちゃん許して」って本当に聞こえるちょっとかけてみるね本当全然気がつかえない何あのタモリクラブでもやってたのこれあここここダダンダダン <laughs> ここ 機械聞いていい <laughs> 待ってはちょっと待って <laughs> 何母ちゃんえでもね英語はちょっと待ってもうコーナー飛ばしたいぐらい <laughs> え<と> <laughs> ハイあのハイローのハイねハイタイム We made a stand and shock up っていう 英語なわけよ。それが、何。はい、チャイムって言ってるのに。母ちゃんなんだ。はあ。はあ、なるほどね。<laughs> 面白い。面白いね。人の耳って。<laughs> へはあ、これみんなが思ってたことなのかなみみち <laughs> おじさんが「そこそこそこ」って「本当?あの」。いみちおじさんが、えー、と空港勤務なだのに外国人さんから電話来たら「just a moment please」しか言えないレベルなんですってああなるほどでも沖縄の人たちってブロックン英語とかあ、まあ、空港はちょっと違うのか。 まあこの辺だとねブロークン英語もう特に子さんはもうブロークン英語でしょとりあえず相手に通じればいいみたいななのであの文法とか関係なく知ってる単語を並べてガーッとうまく仕立ててっていうので通じてなんかコミュニケーション取ってますからね,ねああ「just moment please」とかっていういや十分ですよちょっと待ってねってで最後にちゃんと「please」 Just a moment. ってじゃなくてちゃんと「プリーズ」まで言ってる子もいいですよ。うん。そうそうそう。あもうアメリカから電話か,かかってきてるって言ったらもうすぐそれでしょいやいいじゃんいいじゃん。いいんですよ。うん、とりあえずあ英語喋れる人呼ぶんだなぐらいで相手にそれで通じてるわけですから、うん、いいと思います。はい、あれか。ほったいもいじるな <laughs> なんかありましたよね。What time is it now? time it is 今何時なのって聞くときに なんかほったいもいじるなって言うと通じるみたいなアイスワーラー的な <laughs> <laughs> あ面白いねはいまあこの時間 <laughs> この時間はえあのなんだえっ、ー、と「空耳アワー <laughs> タモリクラブじゃないけど「空耳アワー」お届けしました <laughs> さあ 番組に戻りたいいと思いますまず最初本当だよ最初のコーナーってもう12時28分で最初のコーナーだっておっせーそうもうあと30分ぐらいしかないのにミークーがやってきた <laughs> コインコインプチンプチンはい <laughs>、えー、どうする空耳泡とかやってる間にまだ一つのコーナーもやってない。<laughs> <laughs> あ,ーあー面白いええー、最初のコーナーあえっ、ー、と今みーくーがツイキャスをつなげたツイキャスをつなげました <laughs> えっと12時28分53秒やっと一コーナーいってみますチュラトークー 健康を飛をテーーマにお届けしますチュラトークさあ今日はですね第3週目ということで運動についてのご紹介になっているんですが皆さんは何かしら運動されてますか であのこれまでもう昨年までねウォーキングランニングはもう30分から45分、まあ、1時間以内をめどに行いましょうねとそれ以上やっても脂肪の燃焼は効率上がらないですよってで、えー、と無酸素運動有酸素運動という順番でねあのやってみてくださいなんていうお話をずっとしてきました。ねであの 一食置き換えダイエットとか炭水化物を抜いたりとかしても結局のところリバウンドしますよとなのでね、しっかりと運動しましょうねと食べた分はちゃんとあの運動してね、カロリー消費、えー、脂肪燃焼をさせた方がいいですよというお話をしてきましたけれどもさてまあ今月、まあ、新年一発目ということで今日はね、ちょっとストレッチについてご紹介したいなと思います。あの特にね 首肩周りの人たち凝ってるのがすごく多いんですよ。これなんでかなーってやっぱりいろいろ調べたりとか見たり聞いたりとかしてるとやっぱりねもう、あのー、小型パソコンいわゆるスマホですよ。スマホとかパソコンとかでこう集中してね、あのー、見ているって近くのものしか見ないからこう目も 疲れてくるしで同じ姿勢にいるので首が固まってしまうとか肩が固まってしまうとかであったりだとかで、ね、あの遠くを見て遊ぶった遠くを見ることとかあの外で、ね、あの遊び回るっていうことがなくなったのであの遠くを見るっていう行為がなくなってきていることも手伝ってあの視力が落ちてて。 っていうだからこうあの首肩がこう縮まった状態でものを見てしまったりだとかだからあのスマホ老眼だったりだとかあと今の子どもたちもあのそんなにね何て言うんでしょうゲームとかスマホとか触らない子どもたちは大丈夫ですけどよくよく何ていうのパッドとかそういうものを見たりだとか。 ブルーラライトとかをよく目に入れてたりとかするということで子どもたちのね視力もだいぶ落ちてきてて今の子どもたち禁止ほとんど禁止なんですってでしかも0.1視力が0.1ってきつくないですかでそういうこともあったりするということでやっぱりね同じ姿勢であの首を前に垂らしてる状態それを数時間してたりするので。 あのストレートネックになってたりだとかもう凝り固まってしまって集中力にかけてしまうとか痛すぎて眠れないとかあの睡眠障害になったりだとかあとは片頭痛が起きたりだとか片、えー、頭痛がひどすぎておう吐につながったりだとかいろんな悪影響があるようですけれども皆さんは大丈夫でしょうか首肩目 なので肩周りなんですけれども、あのー、両,手両手を後ろで組んで上に上げるんですよ。そうすると、あのー、胸の部分がぐーっと開いて肩甲骨周りがぐっと、あのー、左右の肩甲骨がくっつくようになるわけですよね。なので肩甲骨の周りのところの筋肉を縮める。 肩甲骨同士を近づけさせるでそれをしばらくぐーっとやったら今度は前で手を組んで前に伸ばす肘を伸ばしてぐーっと前に引っ張る感じそうすると肩甲骨周りの筋肉の収縮縮めたり伸ばしたり縮めたり伸ばしたりそうすることだけでもだいぶ肩周り肩甲骨周りがあのほぐれてきますこれをねやっていきます。そして今度は肩周りなんですけど あこの、えー、と肩甲骨周りの上の部分ね肩の部分ここは、えーとねえー、と例えば左肘を頭の上にグッと上げてで垂らすわけですよ腕は手の部分は垂らしてで片方の手で肘を掴んで後ろ背中の方にグッと押し付ける感じわかりますかね ツイケャスとかユーストをご覧の方は私が今どういう行為をやってるかっていうの分かると思うんですけど、えっと、片方の腕を、えー、片方の腕の肘を上に上げてその肘をもう片方の手で掴んで背中の方にグーッと押すこれを反対方向もね反対も同じように引っ張って肩周りをこうグーッと ストレッチをするっていうそれだけでもねあの筋肉が凝り固まってしまっているのでそのストレッチをすることによってあの筋肉を動かしていくそうするとねどん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 筋肉の収縮もあってだんだんほぐれてくるというのがあるんですねであと首回りストレートネックねつらいですよあの私もな,なってあの大変な思いをしたんですけどもうね くくくくる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 、なんか頭が回ってる感じになるぐらいあの三半期間まででやられるよよ。うなな感じになったたりしたんですよもうすぐ脳神経外科に飛び込んで,でもう何レントゲンとか、えー、CT? 何 MRI? なんかそういうのも入って全部チェックして脳内出血もありません大丈夫ですって言って血液検査も何もかもやってで レンントゲン見た時に「ああ」って先生が「うーんストレートネックだねまあいわゆるストレートネックまああなたの場合は」って肩グッと触られて「あ,あ病院じゃなくてあのマッサージ屋さんに行ってください」って脳神経外科の先生に言われました。もうそのぐらい病院に駆け込むぐらいにひどい症状が私出たのでねぜひね皆さんそうならないように気をつけてほしいんですけどでねあのまず首なんですけどあの。 頭を例えば右側に右肩の方に右肩と右耳をくっつけるような感じであの肩は上に上げないでくださいねそれぐらいあの右側に頭を倒しますで倒した時に右手で頭を押さえつけるそうすると左側の首の部分がグッとね筋が伸びるのが分かると思いますでこれをねあの10秒間1秒間 伸ばすとで今度はゆっくりゆっくり戻していって正面向いたら今度は左側に倒す左側に頭を倒したら左手で頭をぐーっと左側に向けると右側の首筋がぐーっと伸びると思います。これをを秒間で今度は頭を 前に垂れしますその時に両手を組んで頭の上に置くと腕の重みでぐーっとあの前に垂れ下がりますんでねこれも10秒間で今度は後ろ後ろにね全部力も入れずに頭の重みで後ろにぐーっと下げますこれも10秒間これをやるだけでも首の周りのねあの凝り固まった筋肉のあ筋肉がほぐれてきますので是非やってみてください。 であと目の周りなんですけれども目はねあのこの眼球の周りをこう押すような感じでやっていくんですね。であの例えばハンドタオルでもいいですちょっと水に垂らしてハンドタオルを電子レンジでチンして温めて目に置いてまあこれを10分間やったりするだけでも変わりますしあとあのやっぱりねスマホ老眼ーーになってきててちょっと見えづらいってなってる方。 えっとね、人差し指を顔の真正面に置いてで、えー、とこれを、えー、と指を向こう側に持っていったり手前側に持ってきたりで、ね、目のあ鼻頭鼻,頭ていうの鼻の付け根そこまでぐーっと指,指先を近づけるそれを、ね、ずっと指で指先の爪人差し指の爪をこう見るんですよ。で これを、えー、と向こう側と手前側に指をずっと動かしてみたりその指を右に持ってったり左に持ってったりでこれをね指を動かすたびに目も動かすんですよ目で追っていくんですよそうすると眼筋も動くのでそうするとこの一定の場所しか見てなかったからこの眼筋の収縮が衰えてるわけですからその指を目で追っていく。 目だけで追っていく行為をすることによって眼筋が動かされるので眼筋のストレッチになるんですね。これ普通の老眼予防にもなると言われています。なのでちょっと視力が今落ちてきてて物が見えづらくなってるなっていう時には、ぜひこの眼筋体操もやってみてください。結構ねストレートネックになっている方、スマホ老眼になっている方、もいろいろもう、 肩周りもね、凝り固まっちゃって、もう辛いという方多いと思います。でね、あのお風呂上がりだったりとかするとね、あの筋肉も緩んでいると思うので、その時にあのそのストレッチやってみるとすごく効果があると思いますので、ぜひやってみてください。健康飛びをテーマにお届けします。チュラトーク第3週目は運動ということでストレッチについてご紹介しました。 それではこの時間この曲お届けいたします。エニグマ、リターントゥイノセンス。 えっと続いてのコーナーは週末イベント情報週末何するどこ行く週週末末イベント情報週末何するどこ行くのお時間です。もうねいっぱいメッセージ来てるからねこのコーナーぶっ飛ばしていくね。<laughs> えーとですね、もう今月は沖縄はね、桜祭りが始まりますんでね、早速行きますが、今週の日土曜日から、第39回元部八重岳桜祭り、日本一早咲き一足お先にということで、えー、今度の土曜日から2月5日日曜日まで、八重岳の、えー、桜の森公園で行われますよ。でね、 えと一番桜歩け歩け大会があったりだとかマジックショーがあったりだとか、えー、とオープニングとかでねえっ、ー、とあええー、あのあまあいいやこれはいいや、えー、と,とりあえず名誉大学のチアリーディング部の演技があったりだとか。 やっぱ言うか、あのー、2017元部ミスさくら発表があったりだとか美人さんが揃ってるんだろうねあと太鼓があったりあと沖縄,はや沖縄そばおいしい食い大会があったりだとか桜に愛を叫ぶ大声コンテストがあったりだとか、えー、他局の <laughs> 私もこの番組関わってましたね。えー、このののね、あのー 出前放送があったりだとか <laughs> あとねそれだけアンパンマンショーがあったりだとかっていうことで毎週末さまざまなイベントがあります第39回もとぶ八重岳桜まつりは今度の土曜日からスタートいたします。 えーとそれからですね、えー、名護市の方では来週の土日に開催されます。1月28日土曜日、29日日曜日は名護市の方で第55回名護桜祭りが開催されます。えー、こちらもですね、いろいろとあの催し物があるようですね、オープニングセレモニーがあって、 二見乗和大会とかがあったり健康ウォークがあったり、えー、と花の里ガーデンフェスタがあったり、えー、仮装行列があったりといろいろな <laughs> お祭りになっているようですね、えー、こちらはですねえっ、ー、と名護中央公園で行われますそれ以外にも関連してこのイベントが行われるということで名護漁港内とか名護十字路大通りとかで行われるということです。 そして同じく1月28日から2月12日まで開催されるのは第10回泣き人ぐすく桜祭りということですこの泣き人上司と桜のライトアップってあと、ね、報道ステーションかなんかでじゃなかったかなあの取り上げられてたこともあったはずよあれ沖縄県内のニュース番組だったかな あのー、こちらも、ねあのー、ライトアップしてすごく夜桜綺麗ですよということで、ね、やってるんですが、えー、と昼間でも本当に綺麗なのでぜひご覧になってください。えー、こちらもです、ねえー、他局のちょうど同じ、えー、とー番組の出前放送があったり、ね、あ川口京子さんのコンサートスペシャルライブがあったり。 とということで、竜神マブヤー賞があったりふれあい市があったりということでね、本当にあの桜祭り桜を見るだけじゃなくって、あのー、ステージでの、ね、催し物もたくさんありますのでね、えー、今週の土曜日から毎週末いろいろな桜祭り催し物、えー、目白しとなっておりますのでね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。週週末末イベント情報、週末なりするどこ行くのお時間でした。 昼ラジ木曜日、ミスのちらトークお届けしております。さあ、久、え、我、ー、に来今ばはもうやりません。メッセージ届いてるんでね、一気にメッセージ紹介していきたいと思います。えっ、ー、と、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 どこから行けばいいえっ、ー、と、なんかの CM でよく流れていたから耳に残っていますという、あれかな、さっきの、えー、とシーズンオブラブ。これはえーとね いいとタロスケさん、あ違う、えーと、誰から、あっ、いみちゃおじさんが、それ、シルビアのコマーシャルじゃなかったっけっていう、はー日産シルビアのコマーシャルソングに、ティア r フォー・フィアーズのシーズン o ブ l 使われてたっけ、そうだっけ、あで、今、タロスケさんが YouTube でね、検索すると、母ちゃん、許してって枠に表示されてるよって、本当 <laughs> あ,あそんな感じなんだ、えー、分かったちょっといろいろとあの「空耳アワー」も勉強しとく、はい、さあいみちおじさんの方から「えっと、男は昔から暗闇でものを近くで見る悲しき習慣があるので <laughs> <laughs> 昼間には流していい内容かな大丈夫?」。 あえて突っ込みたいけど昼間だからやめとくねはい <laughs> スマホがなかったとしても肩こり禁止になるはずってあご想像通り禁止ですと伊見兆治さんからいただきました <laughs> 何見てるのかなそんな暗闇でね男の子諸君 <laughs> よかった人それぞれいろんな想像ができますよね何見てるのかなはい <laughs> えー ミスさん柔らかいな自分なんてボキって言っちゃいそうだよという太郎助さんえっ、ー、と嫁さんがストレートネックで悩んでいますヘルプミースーということでねあのストレッチあの是非やってくださいあのそれだけでもねだいぶ変わってくるので私もそれでねだいぶあの変わりました。あのー 本当にね、病院に駆け込むぐらい、もう頭ガン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 回って、オートもあったりとかして、で、そんな中でね、もうとりあえず、まずはもう、あのー、マッサージ屋さんで揉みほぐして、筋肉をちょっと柔らかくして、そこから自分であのストレッチをするようになって、凝り固まらないように、あのー、自分は気をつけてます。もうあんなひどい言葉もしたくないと思ったんでね。はい。さあ、そして関西弁のかっちゃんさんからメッセージいただきまして、ありがとうございます。 かちゃんさんからは、えー、っとやっぱり母ちゃんにしか聞こえないって <laughs> 本当母ちゃんにしかって聞こえないんだーコーナーやらなくていいんじゃないやってるしっていう、ね、コーナーやらないで空耳アワーばっかりやっちゃう <laughs> さあそしてラジオネーム AKB ファンさんから頂きましたありがとうございますえー、っとこれは今日の分でいいんだよね えと「マイド・ミス」「ヒルラジオ聴きのリスナーの皆さんこっちです」テーマ「空耳アワー」かなと思ったけど違うんやなと <laughs> 違う違うたまたまね「あのシーズオブ・ラブ」かけたらね「母、あのー、ちゃん許して」に聞こえるっていうことから「あの空耳アワー」を前半戦ちょっとやってね押し押しでやってますはいもうエンディングもうあと2分しかない <laughs> でじゃあもし時間があれば「宇多田ヒカルファーストラブ」お願いしますと でえー、とその歌の歌詞の一部に「YOU ARE a l w a y s GONNA BE MY LOVE い」いつか誰かとまた恋に落ちても「I'll remember to love you, たいでいいのかな?タ「タミラウえ、ドッグフードのビタワンで聞こえるよ、以上だよって。本当そうなんだ。 じゃあ、えっと来週録音放送なんですが、うん、えっとコーナーでかけます。あコーナーっていうか空耳コーナーじゃないよ。<laughs> 空耳コーナーじゃないけど、あの番組以内でちょっとあの一曲リクエストっていう形でお届けしたいと思います。サロスケさん、お仕事戻ったんですね。 あお疲れ様でした仕事は今からですね頑張ってくださいでいみっちゃうちさんいじられる幸せそれはド M の幸せ俺の今年のテーマ <laughs> じゃあこれからも突っ込んでいきたいと思いますはいありがとうございますはいえー、っといみちゃうちさんが2人で行くかじ味かっていやいや大丈夫大丈夫関西弁のカチャんさんもそう聞こえるって言ってるからね大丈夫大丈夫 母ちゃん許して今日の私のヒットでしたありがとうございましたミスのチュラトークお付き合いいただきありがとうございましたお別れのお時間ですこの番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージうるま市結婚式場ニューさんはそして、えー、沖縄市の丘の上沖縄グランメールリゾートの提供他各社の協力でお送りしました来週の分は録音ですメッセージいっぱい送って待ってます それでは皆さん、また来週さよなら